まあ、ギャンブルね、嫌な思い出もね、あると思うからさ、みんなも、リスナーさんも。でも、なんか団長もさ、実はね、これ言うと、あれなんだけど、ホロライブ入るまではマジギャンブルね、嫌いだったんよ。実は。そう。実はね、ギャンブル嫌いで、つうのも、ギャンブルにちょっといい思い出がなく、そう。あの、団長自身がギャンブルをしたことはないんだけど、ちょっとね、まぁ、ちょっと身近にね、いる人でね、ちょっとね、ギャンブルで、ちょっと人生が破滅しちゃった人がいて、そう。ね、最終的には、あれなんです。エスポアル線に乗ってね、エスポアル線に乗って消えちまった人が、ちょっと身近にいて、だから怖いなって思うんだけど、でもなんか、結構ね、ホロメンでもさ、ま、ギャンブル好きな子がいて、ま、そういう子かの話聞いてるとさ、やっぱ、あれよな、ま、黒ちゃんとかさ、あとラデンちゃんもあれだっけ、なんかさ、ギャンブル好きなんだっけ。なんかまあ、見てると、やっぱり、こう、少額でね、少額で、まあ、程よく遊ぶ分だったらいいのかなと思ってて。でも、遺伝子がそうなんよ。そうなのよ、皆さん。男女遺伝子が、遺伝子がって言うと、マジで身内が、あ、母上じゃないよ。あ、母上じゃない。あっちもう、片割れ、片割れ。ちょっと、片割れですよ。タブーではないんだけど、全然タブーじゃないから言うんだけど、団長の、リアル父上がね、いや、マジでちょっと、怖、恐ろしい人間で、そう、父上ね、ギャンブルハマってね、そう、自己破産したっていう恐ろしい過去を持っとるから、まあ、今はね、今はちょっともう、パパじゃないんですけど、クリスマスイブにすることじゃない。片割れ、そうかな。いやいや、逮捕はされてない。犯罪はしてないから、犯罪は。犯罪はしてないんだけど、いや、エスポアル線乗って消えてったから。なのでね、ちょっと本当に、ギャンブルは、もうほどほどにしますわ。やめとこう、ゲームにしとくか。ユニコーンしとこうかな。そう、あれさ、そう、あれ、ちょっと、ペコラッチョしてたけど、もしかしたらペコラッチョが、まあ、めちゃめちゃ懇願して、まあ、できたゲームかもしれんけん。まあ、団長のはね、まあ、本当に、ポットでなんで、まあ、ちょっとできないかもしれんけど、ゲームしとこうか。裏とかでね、ゲームとかにしときますか。せやな。ちょっとやめときましょうよ。